えー、まず法案について一言申し上げます。我が党は二次補正予算案にきっぱりと反対いたしました、まあ、先ほどの,あの議論聞いてますと、なぜ自民党の皆さんが賛成されたのかと、えー、西田さんに答弁を求めたいところですけれども、<laughs> そうもいきませんので、えー、とにかく我が党はですね、えー、全体極めて不十分だという点と、予備費8000億円。 これが意味不明だということと、また我が党がスキームそのものに反対をしております現場駅構法への支出があるということで反対いたしました。したがってそれらにこの剰余金を使うという本法案にも反対だということを一言申し上げております。で質問に入りますが、先ほどもございましたが、予備費8000億円。これはあの一体何なのかというのは今でよくわかりません。2兆のうち8000億円予備費というのは異常な 予算の組み方でございますで予算委員会でも議論がありましたが、野田大臣は復興計画ができるまで予見し難いものがあるからというようなことを繰り返し申されておりますけれども、これは本当に誰の作文なのかと、こんな作文、誰が書いたのかと申し上げたいというふうに思います。で大体の大震災原発事故からも4か月以上経っておりまして、現場のニーズはいっぱいありますし、まだ実現されておりません。 これから予見し難いことではなくて、こう、これからの話じゃなくて、既にあるニーズに答えられるかどうか、えー、そのニーズがわからないんじゃないかと。それだけのことじゃないかと。あるいは、この八千億という見せ金を積み上げただけではないかと。えーまあ、その程度のレベルじゃないかと思っておりますけれども、あの、この予備費の使い方、先ほども御答弁ありましたので、要するに誰がどういう判断で使途を決定するのかといいますと、 各省庁が支出計画を出して、財務省が取りまとめて、財務大臣が判断をされて、閣議決定をして、それで支出になると、えー。この各省庁が支出計画をこれから出すんですかでこれはあ,のあれですか、8000億という枠があって、各省庁から要望が出されるとで。これはあれですか、早い者勝ちですか早く出たら 随時決定していいくととうことなんですかそれともいろんなところから出てきて、それを優先順位判断して、取りまとめて財務大臣判断してから、閣議決定にかけるということなんですか、これはどういうことでしょう。う野田財務大臣あの予備費を活用するプロセスはですね、あの委員のご,ご指摘のとおりです、あの各省から調書を作っていただいて、挙げていただいて。 それを調査した上で、使用書を私の方で作って閣議決定すると、でこれはだから、今回のこの予算が通ったら、あの一斉に皆さんお願いしますという話ではありません、あの被災地の実情に応じて、予見しがったかったことが起こったということを各省が判断をされたら、その都度出していただいて、そしてそれが適正なものかを判断して閣議決定するということでございます大門三岸君。私はやっぱりこの、この予備費8 0 0億、大変な問題だと思うんですね。 あのその都度と言われますけれども、その省庁も、勘の,のいい省庁もあれば、あの鈍化の省庁もありますで、それが被災地にとって8000億という枠があればね。 何が優先順位かっていうのはやっぱりおのずとあるわけですね。それをこの、こんなときにこう優先、あの先に来たものからと、しかもそこをまた精査しなきゃいけないし、要するに言いたいことはですね、こんな仕組みを概算要求なんか出さしてまとめるような仕組みを今頃からやってね、こんな予備費で実際に使われるのかどうかということですよ。これ、ど、どういうスピード感覚で、これ大体もう聞きたいのは大体年内に私使われないんじゃないかと。使われないのはもう来年の初めぐらい早くてもなるんじゃないかと思いますが、 このスピード感といいますか、これとはどうやってやるんですか、放っておくとそうなっちゃいますよ。野田財務大臣。あの、あくまでですね、これ、3次の補正の本格復興予算までの間に、ですねあの、何か起こったときには、これはすぐ迅速に対応したいと思うんです、で、これはあの発災が3月11日だったんですけど、あの最初の予備費への活用の決定って3日後にやってます。というように、何かあれば、いつでも対応すると、そういう性格づけのものでございます。 あのすでにね、国会でわが党だけではなくって、いろんな党からいろんなこれをやるべきだというものがもうすでにあって、それは全部満たされているならわかりますけれども、全然満たされてないのに、そんな話をしていることそのものが、あのおかしな予算だなということは否めません。 でもう一点、えー、その予算関連といいますか、今日議論ありましたんで、私も質問したいわけですが、二重債務の問題でございまして、えー、政府・与党は当初、中小企業再生ファンドのスキームであると。 これ、はあまりにもスケール規模が少ないということを、私も予算委員会で指摘して、えー、今回あの、公的な買い取り機構、基盤機構から出資させてというのが出てまいりました。でこれはあの我が党の首相もあのあの、チームの座長さんからも意見聞きたいということで、聞いてもらって、一定は評価しているんですが、いろいろまだ問題点がはございますが、具体的には復興特別委員会で議論になると思いますが、まあ、財務大臣、財政当局に聞きたいのはです、ね、この規模の、買い取り規模の問題です。 今、政府・与党のスキームは、中小基盤整備機構を使って、あそこがもう今も持っている1500億から2000億円の、えー、基金をプラスあの出資して、プラス金融機関が出資すると、で機構の基盤機構から8割、金融機関2割ですから、まあ、最大見ても2400億ぐらいの規模での、 債、えー、の買取を考えておられるとということですで被災債権というのは、数字の取り方、いろいろありますが、少なくとも、少なくともですね、被災3県で住宅ローン、リース含めて、少なくともですけれども、取り方いろいろありますが少なくとも少なくともですね被災3件で住宅ローンリース含めて少なくともですけれども取り方いろいろありますが6000億から7000億円のお被災債権があります。でそうすると、この2400億オーダーというのは、あまりにも少ない。えー、買い取 例えばこれで考えられるのは、よっぽど金融機関から買い取る金額を叩いて叩いて、安く買うならばできるかも分かりませんが、安く買おうとすればするほど、金融機関をがあの売却するインセンティブを削ぎますから、えー、被災地支援が遅れる可能性があるわけですね。そこはあの兼ね合いで難しいところなんですけれども、そうは言ってもあまりにもこの国が出すのは、基盤機構が持っている、 1500億から最大2000億というのは、あまりにもこの被災地の状況からいって少ない金額の打ち出しではないか、この金額を聞いただけで、あ俺たちは救われないと思う方がかなりもうすでに出ておりますが、えー、聞きたいのは、ですねこの基盤機構が持っている1500億から2000億円、まあ、国に納めなければ2000億円ということなんですけれども、これ以上に、 政府はお金を出す気があるのかないのか、えー、聞きたいと思います野田財務大臣ず、ま、はです、ね、中小企業基盤整備機構の,その手持ちのお金がこれ、基本になるというふうに思います、でこれはです、ね、額がどれぐらいかですがあの、平成22年度の決算ベースで、本年3月末時点で事業に、事業実施に充当しうる資金として、約2800億円を保有をしていました。 このうちすでに本年の6月に原子力産害の影響を被った福島県の中小企業向けの特定地域中小企業特別資金のために420億円を支出をしているというふうに聞いておりますそして平成23年度の国の歳入予算で500億円を国庫納付ということになっていますのでこうした前提のもとでこの機構として手持ち資金 加えて今金融機関のお話ございましたが、その中でまず対応していただくということが、まずスタートだというふうに思いますあのこれ、各県の債券総額イコールではないというふうに思っていますので、そこはその事業がスタートした段階から、どういう進捗をしていくかということをよく見ていきたいと思います。大門美君 まあ、あの時間が来ましたんであの、特別委員会で議論したいと思いますけれども、財務大臣がそういうことをおっしゃっている分には、本当にこの政府与党案というのはこ、さらに俺たちは救われないという批判があのも,うもう起きておりますけどね、相当来るということを申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。